これからちょっとお話ししますことは、私がちょっと気づいたことをもとにして、話したいと思います。そのテーマが、絶望と希望ということです。で、人はどんな時に生きることができて、どんな時に死ぬかという、そういうことのテーマです。で、原発の事故というか、その震災が起きてから、本当に何つうんでしょう、いろんなことを考えました。あの 3.11 の時、もちろんここには被災して避難された方もいらっしゃるんですけど、あの時上田ではどうでした？かなり揺れました。揺れましたね。福島ではね、本当にすごく長く揺れました。ちょうどね、体がね、これぐらいの感じで揺れました。それがかなり長く、で、その時僕は福祉施設の職員やってたんですけど、子供たちをとにかく逃がして、外に出して、で、みんなパニックになってもう抱きかかえていたんだけど、それがものすごく長く続いて、その前に自分が中学生の時に新潟沖地震とか十勝沖地震とか経験したんで、していたんですけども、全くそれと比較にならない、10分間ぐらい続いたような気がします。で、そしたら突然雪が降ってきた。それまで本当に青空があったのが雪になって、とても印象に残ってます。で、通りを見たら4号線が大渋滞、そしてラジオをつけたらば、福島県沖で巨大地震が発生した模様です。発生しました。高さ10メートルを超える津波が予想されます。直ちに避難してください。10メートル、あの電信柱より高い津波が来るのかということでざわっとしました。で、その次に、待てよ、原発はどうなるんだと思いました。で、その時に、感じた通り、あの時には本当に情報が出されませんでした。国も東電も県も本当に情報を出さない。だけど私は1986年の当初にチェルノビリ原発事故の時に、実は横浜で自然食の八百屋をやってたんです。八百屋ロトロというんですよ。で、その時に経験したことが元で、脱原発を、原発を止める動きに、ずっと動いてました。なぜならば日本にもたくさんの放射能が降ったんです。1万ピコキュリットという値の牛乳からそういう値のが出たり、露地物のほうれん草から放射能が出たりしました。でも僕らは契約栽培やってるから、そういったのをまず売ったんですね。で、ところが慶応大学の藤田裕子さんと、今長崎の方で行ってる先生が、関さんで野菜を売らないもん、今放射能が出てるって言われて、僕は頭に来たんです。じゃあ俺たちの生活誰が保証するんだ。誠に気の毒だけど、それはみんながやるしかない。でも誰一人も保証しない。で、3ヶ月間毎日牛乳と葉物捨てました。で、なんで3ヶ月間かというと、3ヶ月経てば要素、皆さんだんだんいろんな情報が入ってきて分かってると思うんですけど、例えば要素134とか、ああいうのが半減期では消えているわけですよね。137になると30年とかになっちゃうわけです。だからその以降はもう売ったりもしたんですけども、そういう中で自分が良かれと思った有機野菜の八百屋も、結局は原発事故があったらもうできなくなるんだと。それから原発を止めるということに対してずっとやってきました。で、18年ぐらい前に女房の、私体を壊したことがありまして、がん反応が出たんですね、体からね。で、1年ぐらい養生して、それから田舎暮らしに行きということで日本まで行ったんです。女房のおじいちゃん家があったんです。で、そこに行って18年ぐらい経った時に、まさか大震災と原発事故に遭遇すると思いませんでした。だからあの時はずっといつも余震があって、とにかく脈がいつもね100近く打ってるような感じ、ドキ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 してる不安の中だった。
その中で、何したかというと、あの当時原発に反対している仲間というのは福島県で大体50人ぐらいしかいなかったんだよ。いつどこ行って集会に行ったってせいで同じようにしか7、8人しかいなかった。そういうところだったんですよ、細々と。でも実際に本当に原発事故が起きてしまったんです。でその仲間たちにかろうじて電話が通じたらほとんどがもう逃げて、関さんやばいよ逃げたから。でも逃げようと思った時にガソリンも何もなかった。でその中で必死になって、とにかく生きなきゃならないということで必死になって生きる種を、希望の種を探すんですよ。そうすると電話かけまくったらば、ある人は味噌と玄米だ、梅干し食ってればなんとかなる、であとは金送りよとかね、あとは100キロ逃げれば大丈夫だっていう情報が入ったんですよ。100キロっていうと原発のところからだいたい、福島県でいうと会津若なんですよ。それから南の方に逃げるとだいたい那須町あたりなんですよ。で100キロ逃げるってことだったらばなんとかなるかなと思って、それでやったのが自転車の修理です。そしたら自転車に行ったら本当に、ね、中古の自転車ほとんど売れてました。みんな買いに来た。だから6時間待っても8時間待ってガソリンスタンドに並んでもガソリンが買えないっていう、そういう状況になります。でそういう中でとにかく希望の種を一生懸命探した。そしたら国も東電も県も一般の企業の人たちも誰一人本当に判断ができない。私の職場の施設の障害者の施設の職場でもこういう時だからこそ仕事休んじゃいけないんだっていう形でずっと開ける形になったんです。でどうしようかなと思っていたんですけども、たまたまその私の職場でバイオ燃料を作ったんです。廃油からいわゆる軽油みたいなのを作っていた。でそこでちょっと所長に話して、いや俺ガソリン軽油がないからそろそろ通えるのがなくなるから分けてくれませんかって言ったら、いいよって言って、どのくらい欲しいんだって言ったら、まあ、40リッターぐらいって言ったら、分かったって言ってもらいに行ったんですよ。で現場の作業所に行って、所長から許可を得たから2本くださいって言ったら、その職員が逃げるんだろう、もう一本持ってきなって60人でもうグッときましたね。それで3月15日に女房と次男坊と、長女と四男4人を所沢に逃がしました。映画の中でも出てきましたけど、一人一人と抱き合って本当にこれでも会えないかもしれないという、そういう思いで別れました。長男は県の職員やってるんで、彼は逃げられなかった。だから僕が残るから大丈夫だ。そして、まあ、圧力容器が壊れるまでは大丈夫、なんとかなる、俺もいるから大丈夫だっていうふうに言っていたんだけど、彼はすっごくナーバスになってましたね。県辞めよう、 県の仕事辞めようとかっていうふうなこともありました、まあ、そういう中で、3月の末になれば普通に戻そうという形でどん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 来ていくわけですけれども、スライドからこれはインターネットに載ってたやつだったんですけど、事故直後の現場の様子です。で、はい、じゃあ次お願いします。これは何かというと、伊達市に霊山町ってホットスポットが見つかったところなんですけど、そこの、これ柿の木の様子です。何かというと2011年に、原発事故が起きて柿からたくさんの放射能が出たんです。それで柿の木を高圧洗浄機で除染した。それでも下がらないので、どうしたかというと皮を剥いだ。だからもう11月から翌年の3月まで柿農家は毎日柿の皮を剥いでました。だから本当に真っ白くなって本当に痛くないし、とそこから樹液が出てきて、それがまた皮になるんですよね。という形で今は少しグレーかかってきてますけど、そういうこともしました。はい、これは何かというと、2012年の、雇用相談会というのがあちこちで雇用に来てくださいと言ったんです。僕らが最初に疎開ということを訴えたんです、子どもたちを戦闘中と同じに疎開させろと、避難させなさい、チェルノブイリも、避難させた、しなさいって言ってもあれだけど、国も党でもどこも何もしなかった。
だけど最初の年の夏とかは本当にみんな出ました。30万人ぐらい本当に出ました。で全国から受け入れてくれて、おいでおいでって。でこれ2年目の時に、伊達市の保原というところでやった説明会です。でこの時に200人ぐらい来るかなということで、全国から38団体ぐらい来て説明会しました。でこの建物の周りにぐるっと北海道から沖縄までの受け入れのブースがあって、真ん中にお茶のコーナーがあって、でとってもたくさん来たんです。で なぜたくさん来たかというと、新聞の折り込みチラシを入れたんです。20万円ほどかけて、それで、来た人が多かったんです。つまりインターネットとかの環境にある人ばっかしじゃないんです。見れない人もいる。あとは学校に保養とかのチラシとか来ても、今まで1回も当たったことがないという人もたくさんいました。で午前中で用意したチラシ200枚ほとんどなくなって、午後も、まあ、30頃までやったんですけども、だからトータルで400人ぐらい来ていました。でそういう人たちがまあ必死になって、せめて子どもだけでも夏休みだけでもどっかにやりたいというふうな形の動きがあります。今福島の中では保養というのはある意味禁区です。避難もダメです。で僕とかがこの場所を借りるので、チラシを学校に巻いてくれて教育委員会に持ってたんです。で避難とはダメだと分かってたから、長期保養とかね、そういうふうな表現を使った。そしたら教育委員会がね、長期保養はダメです、これは避難につながるということで、分かりましたってそれを消したんだけども、行政はとにかく人を逃がしたくない、でここに留めておきたいという意向もあるし、そういうことでとても難しい状況が今生まれています。はい、次に参りましょう。これが最初の年に福島の子どもたち24人を連れて佐渡島に行った時のものです。でこの時子どもたちが海の近くのカルトピアセンターとに来たんですけども、その時の子どもたちがバスから降りての第一声、ここは津波が来ない、その次はマスクをしなくてもいいの、およそ夏までの3ヶ月間4ヶ月間マスクは必ずつける、そして学校の校舎の窓は閉めっきりになる、外での運動は全てなくなる、プールもなくなるという状況の中で子どもたちの体力もすごく弱ってました。毎日のように熱中症になりました。で大体涼しい、病院連れてるんですけども、病院に行ってアイスクリームを食べて、で涼しいところにいるとみんな治るんです。はい、次お願いします。でこれはその時にやった原発ミーティング、僕は最初からずっと原発ミーティングやってます。なぜかというと、これは普通の保養とか普通のキャンプと違うんだよ、なんでここに来なきゃならなかったか分かるかっていう、自分自身が当事者だからやっぱりそういうことを言いたいんです。だから原発見えてくるとやりました。でもそれやるまでにはね、この時はだいたい3週間いたんだけども、時間かかるんです。あんまりそういうのは言いたくないとか、だから親しくなって仲良くなって、だんだんそういうことも本音がポロッと言う、福島ではこうなんだよ、上のお父ちゃんお母ちゃん喧嘩になってんだよとかね、言ってもらえることが起きて初めてできた。でそれもいろいろ考えました。8月16日の次の日には福島の子どもたち中学生が実は文部科学省に、自分たちはなぜここにとどめを置かなきゃならないんだということを申し入れに行ったんです。だから明日福島の子どもたちはそうやって行くんだよ、だからみんなで考えよう、原発事故で困ったこと、起きたこと、つらかったこと、何でもいいから出そうよって言ったら、みんな出しました。プールがなくなった、運動会がなくなった、マスクしてて汗もらってきてかゆい、で他県に行くときはお父さんは福島ナンバーの車では行かない、うん、やっぱりそういうこともいっぱいあったんです。セシウム君ってあだ名つけられて、でまた福島に戻ってきたっていうような子もいた。これは細山凛ちゃんという子なんだけど、郡山で、当時中学1年ぐらいかな。で彼女もがいろんなこと書いてる中で、すごい印象に残ったのが原発殺すっていう、自分たちをこういうふうなことにさせた、原発は嫌だっていうのが殺すっていう表現になって、
そういうことはできる話ではないんだけども、すごいそういう憤りみたいなことをね感じた、これが感想文です。でこの時に参加した子どもたちに、自分から来たくて来た人って言ったら3分の1しかいませんでした。あとは3分の2は親から行けって言われたから仕方なく来た。だからいろんな子がいて、毎日喧嘩とか殴り合いがあったりとか、もうすごい大変でした。中には刃物を持って暴れる子もいまして、だからものすごい緊張の中で、やってきましたね。次お願いします。でこれがその時のすごく印象に残っているやつなんですけど、白い服を着て笛吹いてるのが佐渡の古道という太鼓集団の芸能グループがあるんですけども、その中で篠の上の奏者をやっていた、加納安勝さんという方が、ずっとボランティアに来てくれたんです。で彼が最後の、2日ぐらい前にコンサート開いて、その売り上げを佐渡の福島の人たちに乾杯しようという話になったんです。でその時に彼が、自分だけやるのはなんだから福島の子どもたちをセッションしようよと。で今笛を吹いてねぶたのラッセーラっていう掛け声で会場を練り歩いて、最後はみんな前に出て福島の思いを話した。佐渡にもっといたいです、福島に帰りたくないとか、いろんな思いを述べて、その後に歌を歌ったんですけども、その何の歌を歌ったかというと、ビートルズのレッツイットビーだった。でそれは宿舎のカルトピアセンターというところにいたときに、加納さんがピアノの弾き語りでレッドイッドを歌ったんですよ。そしたら子どもたちがみんな集まってきて、ねえねえこの曲いい曲じゃん、なんていうのって言ったら、レッドイッドビートルだよ、これはね、どんなにみんなが大変な時でも神様がみんなのことを守ってくれるって、そういう歌なんだよ。でそれでみんなが大好きだったこと、でそれをサビで歌いました最後にね。だけど英語の歌だからみんな歌えない、だけど最後の Let it be, let it be っていうところだけみんなで大合唱したんです。会場の人も一緒に歌ってくれました。会場の人もみんな泣いてました。僕も泣きました。はい。でこれは何かというと、2012年に二本松ところで印象的な裁判があったんです。それはゴルフ場が責任を自分たちのところに汚染されてゴルフの営業はできないということで裁判を起こしたら、裁判所も何て言ったかというと、一回放出された放射能は無視物、主のないものだから責任は自分たちはないと。でこれはとんでもないこと言ってるなと思って、で2012年の6月11日に東京電力と国とか、あとはいろいろそういうに関わった人たちを告訴する、という告訴団が結成されました。でその翌日に僕はその福島の子どもたちを逃がせ、原発を止めろということを訴えて、福島から東京まで歩くという肺の更新になりました。1ヶ月ぐらいかけて、仕事に休み休み使っていったんですけどね。でその時に行ったやつで、これは千葉から東京に入った時の写真です。後ろにあるのがスカイツリーで、僕の両脇にいる人たちっていうのは日本山妙法寺さんというお寺さんの仲間の人たちです。で土を自宅の土を持って行ったんです。で、東京新聞にも1週間目ぐらいに取り上げてもらったんですけど、この土の中の放射能は私のものではない、国と東電に返す、でそこで責任所在を明確にしようということで、ずっと国道4号線をテク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 、雨の日も風の日も歩いてきました。はい、次に。これは、17日、7月16日に17万人集会というのがあって、たくさんの人が集まったんですけど、その翌日に東京電力と
経済産業省に土を持って申し入れに行ったんです。これは経済産業省のところです。役人さんが対応してくれています。でその毎日に東京電力の、申し入れ行った時にテレビでもよく出てくる青木さんという人が対応してくれて、でその方の対応がねすっごく印象に残ってたんですよ。でまあ実はその青木さんという人の対応が印象に残ってて、青木さんという詩を書きました。それは私の詩集の1に載っかってるんですけども、今詩集の1がないのでちょっとパソコンに入ってるのを読もうかなと思ったらちょっとないので読めないんですけども、どういうことかというと、青木さんという方がですね、私が申し入れ書を読み上げてる時にものすごい緊張した顔をしてたんですよ。そして僕が申し入れ書を渡す時に卒業証書を受け取るようにしたんです。こういう形で。でその時に彼の手の指が震えてたんです。でその時にふとね思ったのは、この人も家に帰ると普通のお父さんで、優しいお父さんなのかもしれない。で家族を丸守るために一生懸命働いてきたかもしれない。でもその大切な家族を守るのは私も一緒だけど、その大切な家族を守るためにしてはならないことは、人の悲しみや痛みの上でご飯食べる、気づいたらこっちの道歩きましょう、明るい貧乏も悪くないですよと一生書きました、青木さんと一緒。でこれは結構あちこちで反響があって、海外の方も流れて、その詩を読んだアメリカの人が私のところに会いに来てくれました。でその時に思ったのは、結局一人一人で見ると何か差別したいとか誰かを犠牲にしてもいいという国は一人一人はあんまり 思ってはいないんですよ。ところが巨大な原発産業とかのシステムで組み込まれると、東京電力で働いてる、そこで食っていくために生活のために仕方ないから福島の人々が死んでくれみたいな形にならざるを得ないところがある。そこをあなた方はどうするんですかということを問いかけたいという思いで作った詩です。はい、次の話。これは今昨年の、福島の中の除染の現場のニュースです。3000数百億というお金を使って除染してます。だけど除染してもまた上がります。これ伊達市のところで、除染の作業をやってる人たち、女性の職員じゃないな、方も何人もいます。速攻を上げて中のヘドロを取ってそれを持ってくっていう形です。でもやってもまた下がる、下がらないということがずっと続いてます。これも同じです。まず今どういう感じで除染してるかというと、各家庭の家の庭とかなんか表土を剥がすんですよ。土だいたい5センチくらいとかね。あと屋根は高圧洗浄機で水で洗うというような感じであります。もうあんまり本当差がないです。で僕も実は除染を最初の年にやりました。家の屋根を高圧洗浄機買ってやりました。散らすだけで良くないと言われたんだけどやってみたんです。で屋根の上で 1.2 やりました。ほうきで入って剥がったら1になりました。そしてそれは高圧洗浄機でペンキが剥がれるくらいやりました。でところが残念なことに、がっかりしたことに 0.7 までしか下がらなかった。その頃自分の知事の自宅の庭の土は、3とか7マイクロシーベルトっていうくらいの数値がありました。それを5センチくらい削ると0.3 とか 0.10 分の1くらいに落ちるんです。だからやったと思いましたけど、屋根とかコンクリートアスファルト下がりませんでした。ですごいがっかりしたんだけど、もしやと思ってやったのが、屋根を雑巾掛けしたんです。新しい雑巾掛けで2回しました。そしてそこで剥がったんです。そしたらなんと 0.7 高圧洗浄機で一緒だった。原発のところの定期的に掃除とかするのあれも全部基本雑巾掛けなんです。でそれで拭き取ったものをドラム缶に入れて処理するって形でずっと来てるっていう。
はい、次の石。これは今福島の中でどういうことが起きているかというと、やはり膨大な量の、除染した土とかも出るけど、一方では立ち木を切ったりとか、そういうゴミも出るわけですよ。で、草とかなんかもやっぱりかなり放射能が高く出る。そしてこれは場所はどこかというと、後ろに見えている山が稜田という山です。で、稜田のところの下に、115センチの南に相馬の方に行く道があるんですけど、これは飯舘村に行く道です。ここら辺がすごく放射能が高くなるんですけど、そこのところに今燃やしてしまおうというところが県下で何か所も作られようとしています。で、燃やしてもまたそれがフィルター通しちゃってまた周辺に落ちるんですよ。なぜそういう形でやるのかってわからないんですけども、そういう燃やして、原料化しようという動きが起きています。はい、次お願いします。で、これは飯舘村の、ところの除染の土の仮置きの様子です。このバッグが大体 1.5 トンから入るフレコンバッグというんですよ。で、これが持って3年だとか言うんですよ。これが 1.5 トンがあの上でこう山になって積み上げられて、これで持つわけないんですよ。で、よく見ると砂って書いてあるでしょ。で、ものすごい広い敷地にあっちこっちにとにかくこういう山が作られています。で、真ん中にとにかく汚染のされたものをこう積んどいて、その周辺を、汚染されてない砂とかでカバーするんですよ。そうすると遮蔽されて、それが放射能が出ないって形にしてます。だけどこれがいずれ潰れて、そしてそこからまた雨水とかで流れて、そして川に入って田んぼに入って埃となってまた周辺に埋まるということは容易に想像できる話であります。はい、次お願いします。で、そのことをもとにして、書いたのがたたり岩という詩を書きました。これは稜田の小国地区というところで、あります。これは先祖の墓が眠るところで、昔は田んぼとか畑の様子を見ていたら、向こうのところに今は鉄の板に囲まれて、その青い袋がそのフレコンバッグです。大体3段ぐらいに重ねて、その上に、黒いゴムのシートみたいなものをやって、上に換気口をつけます、蒸れないようにというふうな形で、それがもう至る所に類々と作られています。で、それを見た時に私は最初風の谷のナウシカのオウムを連想しました。あれに手足が生えて動き出す、あるいはもののけ姫に出てくるたたり神と想像しました。それをもとにして詩を書いたのでちょっと読んでください。たたり神、おばあちゃん、あれは何？あれは原発のお墓。青い袋の中には草や花や土やミミズが、虫が、微生物が放射能と一緒に閉じ込められ、とてつもない放射線を浴びながら袋の中でうめいている。ほら、声が聞こえるだろう。痛いよ痛いよ、苦しいよ苦しい。あの者たちは私たち、袋の中から出されない。ご覧、黒いゴムで覆って周りを鉄の板で囲んでなどしているが、なあに、いずれあの者たちは袋を食い破って外に出て、たたり神となって動き出す。風になって、雨になって、獣になって、草になって、米になって、魚になって、生き物の中に忍び込む。おばあちゃん、たたり神はなくならないの。あれは人間がこさえたものだからね。お前は遠くに行きなさい。起きたこと、見たことを伝えなさい。私はここでたたり神を祀ろう。そして考えなさい。なぜたたり神が生まれるのか。次お願いします。これは映画にも出てきました。子供たちが外で遊ばせられないという中で、これ伊達市の中の廃校を使った屋内の遊戯施設です。次の。まあ、いいや。
体育館の中にいろんな遊具があります。まあ、一つ何百万ともあると思います。で、だいたい幼稚園ぐらいまでの子どもたちがたくさん毎日に遊びに来てます。夏なんか何百人も来ます。でもこれはどう見ても限界があるんです。大きい子は物足りなくなって外に出ます。外に設置しているブランコの中で遊んだりします。で、外で土遊びとかできないような状況になっていて、ここの建物の中にはこういうプールがあって、その中に砂場があるんです。あの真っ白いのはオーストラリアから輸入した砂場です。はい、次の話。で、そういう中で福島県が今やっていることは戻ってきます。で、外にいる人たちに支援がだんだん打ち切りになりますよって形。本当は今年の3月で買い上げ住宅とかもストップになるはずだったんだけど、まあ、いろんなところの他県のところがまだ1年ぐらい延長してくれてます。だからうちも女房と子供は米沢にいるでしょ。でもまともに家賃払ったら4万ぐらいかかるんです。でも来年まではいでそうだ、とりあえずそこまではいいよって形で言ってますけども、やっぱり生活ができない、旦那が一人でいても我慢ができないとかいう形で戻ってくる人もいます。続々戻ってきてます。でも他県に行く人もいます。で、その中でこれは戻ってきたお母さん方のサロンを開くということで伊達市がやってる事業で、私の職場の里山学校というのがここになっている。これは絵手紙教室もやった時の写真です。はい。で、これは何かと言いますと、これは2012年の1月に起きた事件の絵です。これは新聞にもなりました。これはモニタリングポストです。で、モニタリングポストが、というのは何かというと、その空間の放射能の数値とかを測る機械なんです。福島駅の西口の新幹線の出入り口の辺りで、この辺りに数値が出るんです。なんとかマイクロシーベルト、これちょっと見えないんですけど、なんか6にも見えるとか、そんな高いわけなんですけど、例えばこれが壊されたんです。で、誰かが知らないけど、多分何かイライラしてたと思うんですけど、こんなものを置いてあってどうなるんだって思いかもしれないし、本当に正しい数値出てるのかということかもしれないし、分からないけど壊したんです。そしたらそこを応急処置やったら、また次の人は誰かが壊したんですね。だからこのダムテープの色が緑から茶色に変わってるんです。で、最後はね、蹴りが入ってるんです。で、このやった人は新聞に載って後で自首しました。だけど同じようなことができてる。で、これ自体には罪がないんです。これはつまりどういう意味があるかというと、普段は今だったら 0.3 とか 0.2 とかっていう数値で出てます。これがいきなり1とか4とかになったら、ひょっとしたら原発事故でまた何か起きて放射能が映るかもしれないという見やすいになるんです。でも自分たちが何か分からないけれども、ここに留め置かれている状況に対してイライラしてということで、こういうのが起きたかもしれません。で、やっぱりこの時に同じような事件が、ね、起きてて、避難した人たち、特に原発の立地の富岡、奈良派とか、あの人たちがあちこちに今避難して自分たちの仮設とか集落を作ってるわけです。ところが地域の住民とのトラブルが結構あって、例えば自治会費を払わないとかね、自治会に入らないとかっていうのもあって、でも情報だけ欲しがるとか、いろんなことで圧力も生まれてるということも聞きます。で、強制的に避難させられた人は1人10万出る。でも他の人たちは出ないわけです。そうすると、あの人たちは大変かもしれないけど、なんだあの態度はって感じで、最初は同情からだんだんこう感情的な対立にも生まれてきてます。それで1月に起きたのが、いわき市の市役所の壁に避難者が出ていけと落書きがあった。これは衝撃的でした。
あとそれと仮設住宅に止めてあった外車と高級車を狙って二十数台の窓ガラスが割られるとして、なんかわからないけどみんなイライラして、そういう住民の中で対立が生まれています。私なんかもこうやって原発のことなんか言うと、最初の頃言われたのは、ああ神経質な人だねとか言われて、それがだん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 どうなってるかっていうと、嫌ならアメリカとごとも出ていけじゃねえかっていうふうな形で、住民の間での感情的な対立というのも出たりしてます。次お願いします。でもそんな中で古民家、この人はね、築200年ぐらいの古民家を再生してここで生きていこうと頑張ってる人がいます。その人のところをスタディーツアーという形で見に行っていろんなお話を聞くということです。福島の中にいることは本当はダメなんじゃないかという思いは多い人はいると思うんですけども、ただ彼のように自分で選んでここで生きていくんだという人に対して簡単にそれがいいとか悪いとか言えない、いろんな重さがあります。家族、あるいは家畜、あとはもっともっともっとの農業とか、いろんなことが心でしかできないと思っている人もいるわけですから、そういう人たちの選んだことに対してそれはいいとか悪いとかということが言えない。ただ今一番悩ましいのは国、原発事故の責任は国と東電にあるはずなんです。ならばいろんな選択肢が全て用意してあって、みんなが選べるというのは基本なはずです。ところがそれがないんです。自主避難は勝手に出てった人が、出たかったらどうぞという話なんです。だけど仕事といろんなものが保障されないとなかなか簡単に出れないという現状があります。次の、これはそういう中で佐渡安倍保養センターを作ろうということで、活動が始まったというのが写真です。次の、これちょっと大きくしていただければいいかなと思うんですけど、これ何が起きているかということの写真で、去年の6月ぐらいに私の友達がいる、あと、まあ、撮ってくれたので、これはアマガエルの奇形です。で足は分かりますよね。これは携帯道具を作るからすごく荒いんですけども、頭のところとか背中にかけてこう内臓が飛び出てるような奇形がはっきり出てたんです。でそのモモちゃんって言うんだけど、彼女が写真を撮ったらピョンととか言っちゃったというふうなことが起きてて、おっぴらにはなってないんですけど、そういった情報と実はいっぱいあるんです。四つ葉のクローバーだね、八つ葉のクローバーとか、一つが塊になったのがいっぱい出てる。次にその写真をお見せします。お願いします。これは福島ではないんですけど、岩手で見つかった二戸のあたりで見つかったタンポポの気球です。わかります。こうスパイラル状になって一本じゃなくて数本が束ねられた状態になっているのとかっていうのが見つかってます。沢筋とかなんかはこう流れっていうか、そこがどうしても高くなるんですよ。そういうところが見つかってる。岩手でも見つかった。でなんか放射能の問題というと、なんとなくこう福島と、あとは今ホットスポットで栃木とか千葉とか、そっちのことだけのような気がするんだけど、津波でやられた、実は三陸の方も本当にやられてるんです。で去年の9月にちょっと時間なかったな、去年の9月に南三陸町に行ったんだけども、そこは本当にもう何もなくなってくる。子どもたちが70何人死んだ大川小学校とか、そこにも行ったんですけども、そこの南三陸町の人が体験活動をやってる人が教えてくれたんだけども、その震災の後に体験活動で炭焼きをやったそうです。でその炭窯から出た灰を測ったら3万ベクレルだった。だからあそこは津波でやられた、他にも放射能を振られているから、それはあんまりおっぴらにされてないだろうけども、おそらく宮城も含めてかなりのところで放射能汚染にまみれているだろうと思います。はい、次お願いします。これも月見草の地形です。やはりこうくっついたような状態になっている。次お願いします。でこれは映画にも出たんですけど、飯舘村の細川牧場に行って、僕らがスタディーツアーという時に去年の地震があって行った時に、山の斜面で何か倒れてたので見に行ったら2頭死んでました。で去年の11月ぐらいのインターネットで細川牧場で生まれた
子熊が次から次と死んで元気なのは一頭しかないというのがあって、それで見に行ったんですけども、道路端から見えますからね、それで行ったら死んでました。次の日にはもう食われて、いろいろ骨についてました。まあこれはそうですけど、まあ、あまり気持ちいいのでないので次に行きました。でこれが何かというと、まあこれも一つの福島の今の現状ということを、描いたあのものです。何かというと、私という家の自宅です、見て分かる通り布団干しです。でこれは実は2年6ヶ月ぶりに布団干したと、そういうテーマの詩です、福島で暮らすという中で、あの布団も洗濯物も外に干さないでずっと中でやってるという人もいます。でそういうことを見て、外に出してると、 あの人はあまり放射能に意識がない人だなということで、逆にそこら辺は話を避けるとかね、そういうことが働いたりしています。でこれは去年の10月7日に書いて、私のフェイスブックに上げて、これも結構反応がありました。読んでみます。2年6ヶ月の布団干し、お日様をいっぱいに浴びたふわふわの布団、干してくれたんでありがとうお父さん、いい匂いがする、今夜は気持ちよく眠れそう、でもなんで外に出したの、放射能は大丈夫なの、カビくせえのに耐えきれんでな、風もなくてお天気よくてな、いいやと外に出したのさ、2年6ヶ月ぶりに物干し出して拭いてさ、布団干したのさ、それからマスクして掃除して、カビた畳も同件が消してな、窓も戸も玄関もみんな開けた、風が表から裏へ穏やかに抜けてな、本当に気持ちよかった。あぐら組んで風に当たりながら、布団干しはお父さんの仕事だったなって思い出したら涙出た。今夜の布団にはセシウムがくっついててたのしんねえ。心配だったらマスクして寝れば大丈夫。はは、これは冗談。だども、やっぱし出ること考えねばなんねえ。こんなことをいつまでも続けられねえしな、という詩です。はい、次お願いします。これで最後の話になります。これは夜と霧という、あのフランクルというユダヤ人の人が書いた詩。第二次世界大戦の時に、彼はユダヤ人であるので、捕まって強制収容所に送られます。でアウシュビッツに入れられるんですけども、彼は心理学者だったから、どういう状態の時の人が死んで、どういう人が生き残るかっていうことを本当にきちっと見てきた人なんです。でその中で彼はやってきたことっていうのは、私のこの黒板にも書いたんですけども、何て言うんでしょう、希望の種をいかに見つけるかってことを一生懸命やったんです。だから僕は原発事故直後の6月にこの彼の本とかも読んで、ものすごく感じるものがありました。で彼はあの仲間を勇気づけるために、例えば朝焼けとか夕焼けとかの美しい季節に、あの時間があると仲間を起こして、ほら見てごらん、綺麗な夕焼けだよ、綺麗な朝焼けだよと、そして励ましたんです。そして自分の奥さんのことを一生懸命思い出して、楽しかった思い出に浸ったり、こういう無様な格好を見せられないなという希望が持ってたのが人の救いにもなったんです。一方で絶望して死んだこともある、死ぬような事件もあった。それが、クリスマスに恩赦があるという情報がなかった。クリスマスにみんな解放されるかもしれない、でもそれはなかったんです。絶望して自殺した人もいたんです。でもそういう中で信仰を持ったり希望を持ったり夢を見たり、何か美しいもの、心が震えるようなものに接した人は生き残る道につながったというふうに思ってます。でこの時、この時代にある象徴的な事件があったんです。トニー・クルーズ事件というのがある。これは何かというと、実は山登山の遭難の話なんです。この時代に
ヒトラーユーゲントっていうのが流行ったんです。つまり自分たちゲルマン民族が優秀だと、そういうことを世界の人たちに示そうということで、トニー・クルツともう一人の若いドイツ人が、愛が北極の冬の愛が北極ってものすごい難しいアルプスの登山に出かけるんだ。で案の定遭難するんです。でそれを最初は冷ややかに見てたオーストラリアの人たちもこれはほっとけないってことで、まあ3日ぐらい経ったんだけど結局救助に行くんです。だから誰もがもう氷の壁でぶら下がってるから死んでると思った。ところが一人は死んでたけど遠に来ると生きてたんです。でそれもそこに近づこうと思ったんだけど、ハングといってこう岩がこうかぶってるところなんだから近づけないんです。それでどうしたかというと上からロープ下げたんです。そしたらあのロープがトニー・クルツのところまで来た。彼は凍傷で動かなくなった指、それを必死になって使って、あと口とかを使ってとか自分の体に結びつけようとしたんです。それをね何時間もやったけど結局できなかった。でその次の瞬間ねどうなったか、もうダメだって声が聞こえた。そして次の瞬間彼の体がガグッと二つに折れて死んだそうです。でこれの本を書いたら確かハインリヒ・ハラーという人、登山家だったと思うんですよ。彼が書いてたのはもしかしたらトニー・クルツは3日前に死んでたかもしれない。だけど彼の命を生きながらやさったのは自分たちが登っていることを麓の村の人たちが見ている、救援隊が来るかもしれないという希望だったかもしれない。で実際に来た、自分の前にもロープが下がってきた、助かると思ったんです。でそれを必死になって自分の体に結びつけようとしたけれども、頑張って頑張ってできなくて最終的には絶望して次の瞬間死んじゃったわけです。だから放射能に僕らは今さらされているんだけども、その中で生き残る人と死ぬ人の違いは何なのかなと。その時にやはり希望を持てる、それがどれだけ大事なことかなということだと思ったんです。さっきも話しましたけども、自分たちが原発事故が起きて逃げようと思ったけどガソリンも売ってない、逃げられないという状況の中で必死になって電話をした。そしたら仲間がいろんなことをやってくれたんです。ある仲間、そこの八ヶ岳のヒロちゃんが3月17日にガソリンとか燃料を満載したワゴン車でやってきました。よく来れたねって言った。そしたら彼は石巻の役場に連絡してそこから緊急車両のもの、あの紙をファックスで送ってもらって、そして山梨のガソリンを集めて走ってきてくれたんです。で17日の明け方家に着いた。だからもう外からでもガソリンの匂いがプンプンするくらい、そこでライターで火つけたら爆発するんじゃないかと、そんな状態だった。でもすごい感動しましたね。自分たちは見捨てられてない。でもそれをやってくれたのは国でもないんです、県でもない、企業の社長でもない、仲間だったんです。つながりこそがセーフティーネットだと思った。今もそうです。国も東電も僕らを見捨てます。お前たちはそこにいてじっくり死んでくれ、そして原発は再稼働する、新規に新しく建てる、どっか行く方向が違ってる。でもだから僕らはもう国とかは当てにできないなってことを本当につくづく感じました。でもそういうつながりがあることが実は希望だり自分たちが生き残れる道だったなというふうに思いました。だからこうやって今ここに来てくださっている皆さん、そのものがやはり希望なんです。でも僕らのように福島の地にいざるを得ない、そこで必死になって生きている人間もやっぱり希望なんです。国も東電もいずれ破綻します。保険制度もいずれ破綻するでしょう。そうなった時にもう一回日本国中がまた避難所生活になるんです。東日本が落ちて西日本が落ちないわけないんですよ。そしたら西日本でまた原発事故が起きるかもしれない。
そしたらその人たちがまたこっちに逃げてくるかもしれない。そうなった時に日本中が避難所生活みたいになるかもしれない。その時にでも一緒に助け合って生きていかなきゃならない。そういう手の伝えを一緒に作っていかなきゃならない。だから僕らも頑張るし、あの皆さんも一緒にこうやって来てくれることが希望につながる。そう思ってます。希望があるから生きられるというふうに思ってます。どうもありがとうございました。